3, 2, 1, 0.11月1日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きだから昆布屋やってます。店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。やればできる、今日も昆布できる。11月1日、今日は本格焼酎の日だそうです。ところで、焼酎ってなんだっけ？小学生と中学生、それは小中学生。わかった。頻繁に起こりますよね。それはしょっちゅう。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。即用志のご注文お問い合わせが増えてます。常温保存のできる賞味期限長めの保持ギフトはお任せください。明日、明後日は動画休ませてもらいます。やっこりとろ昆布、ふわ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 、これも期待を裏切らない美味しさ。いっぱいかけた方がでも美味しそうです。もっとガバッといっぱいかけて食べてます。昆布の旨味がじわ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 と口の中で広がります。さあ、日本酒持ってきて、そんな感じですね。店長まっちゃん、寝言むっちゃ迷惑、夜中に起こすのはやめてくれ。